聞いてたか？うん、何？見ろ、病院だ。ここで降りよう。さあ行くぞ。いい風だな。こんな日にはポーチに座ってさ、ギターを弾いたもんだ。家に帰ったらギターを教えてやるよ。ああ、きっと気に入るぞ。どう思う？聞いてるのか？え？ああ、そうだね、いいんじゃない？まあ、冬から春に変わったとで、あのことは忘れられないよね。家族写真、許したまえ。ああ。なんてこった。むごい、むごすぎる。空を飛んでる夢を見たの。へえ。うん。どんな夢だった？満員の飛行機に乗ってたんだ。で、飛行機が急降下してみんな悲鳴を上げるの。コックピットに行ってドアを開けたら誰もいなかった。どうにかしようと思ったんだけど、操縦の仕方が分かんなくて、それで墜落する寸前に目が覚めた。飛行機乗ったことないのに変だよね。夢はみんな変だよ。まあ悪夢を見た後は意外といいことが起きるっていうふうにはよく言われてるけど、そういうふうにポジティブに考えようヘリもね。さてと、もうほぼほぼ終盤という終盤、確か場面というかあの物語の流れとしてはこのホスピタルの舞台が最後ですね。この先に確か何もなかったと思う。生足見てみろ、このマシも隔離されて捨てられたんだ。本当だ。町とか村とかあるけど、やっぱそれぞれもう隔離されちゃってるね。ファイアフライが行ってた病院だ。おお、あった。おう、つけた。こんな戦車ね、持ってきたところでだよね。ここを通っていこうか。大丈夫エリールシア、隠れキャンプに着いた。連絡したが、電話回線がダウンしている。その代わりキャンプ館で手紙を届けてくるそうだ。グラハム。あの頃は何もわからなかった。大丈夫か？うん、大丈夫。お前、今日はやけに静かだな。ああ、ごめん。いや、別に気にするな。そうそう、別に気にすることじゃないから大丈夫だよ。また来た、また来た、また、また俺のところでカカ来たよ。来たよ。森田の後ろ隠れたね今。おい、おぶちゃん葉っぱだ。ちっくしょう、さっきからプン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 俺の目の前を通りやがって。人が一生懸命ラストオブアスという最高のゲームを楽しんでる間にお前はとんでもないことをさせようとしてんな。ゲームの中では殺生させ、リアルでも殺生させようとしている。んとんでもないことさせようとしてんな本当にもう。ほら、吸ってみろよ。ちょっと、どこ行ったんだ、あいつは。でも。あのはしごが使える。行くぞ。エリー。エリー。何？はしごだ。来い。よく見ると、若干胸毛あるのかな？もう若干あるね。いらんところまでこう気づいてしまう。
よくない癖だ。行くよ。ゆうさん。おう、どうした？エリー、エリー、行っちゃった。あれ見てよ。なんだ？すごいね、ここに来て生き生きとし始めたね。見えた？このゲームを初めてやったときは感動したよ。間近でこういうの見ることないからね。ほら、早くどこに行かない限り。あ、来た。待てよ。ゲーム内ではこんなに和やかなのに、僕はリアルで、顔を今潰しました。はい、うん、しかもみんながよくやるさ、パーンって潰してない俺、うん、モニターにピッてくっついたところをね、後ろからスッてこう引っ捕まえたから。今もう俺リアルで邪魔するものはね、もうなくなったから。もう最強だから。早いよエリー、ゲット着。動物園とかで行かない限り見れないからね、日本にいる状況じゃ。で、お前の願いは叶ったか？いろんなことがあったよ。でもすごくいい景色。すごいね、これ最終回ってやってもこう分からないねこれね。ってしこうか。いける？エリー。おおお、おう！やめてもいいんだぞ。分かってるよな。やめてどうするの？トミーのところへ戻る。旅はここで終わりだ。やっとここまで来た。これまでのすべてを無駄にはできないよ。ねえ、okay？ 私のためなのはわかる。でもこれは終わらせないと。そしたら好きなところに行こうよ。ね。ああ、一緒に行こう。こいつを片付けてな。これを終わらせて一緒に行こう。ああ、僕はパート2を知ってるから、もうそれ聞いただけちょっとうるってきちゃうんだよね。エリーが好きなやつだ。本当にこの
その物語の内容としてはたった1年間を描いた作品っていう解釈でいいのかな。スタートの感染から始まって秋があって冬があって春があってなさったっけ今夏なかったにはね。アルコールゲット。そうでも一つ一つやっぱほら忙しい時もあれば静かにね落ち着いて過ごせる時もあっただろうし、すごいよね。人間の成長っていうかさ、昔を思い出すよ。本当にこういうことがあったらこういう風になるんだろうなっていうのをきちんと描かれてるよね。感染が広まった直後、こんな場所に連れてこられたんだ。引き裂かれた家族がそこら中にいた。一瞬のうちに世界が変わってしまったんだ。サラが亡くなった後は。ああ、そうだ。私そんなに大事な人を亡くすなんて想像できない。全てを失うなんてひどい話だね。いいんだ。しかもほらサラが亡くなった理由って感染とかじゃないんだよね。感染しちゃって亡くなってしまったっていう場合はまあ何こうしょうがないっていうふうに片付いちゃうんだけど、作れるものなし。そうほらサラが死んだ理由ってさ、助けを求めた軍にハブコを裏切られたような形でまあね射殺されて死んでしまったから、余計に変にこう悔いが残るじゃないけど、ジョエルもジョエルで多少なりとも多分軍を嫌ってるところはやっぱあったと思うな。俺も多分さ、自分が結婚して娘や息子がね生まれてこういう状況でそう自分の、ね、信頼して助けを求めた先の軍でまさかの裏切られて殺されるっていうのを想像すると、まあ多少ね全くってことはないだろうし、多少なりともね軍を恨んでしまうっていうことはやっぱ分からなくもないけどな。よし、カスタムができるぞ。いいぞ。おぶちゃん。オッケー。さあ作ろう。よし。もう全部作る、全部使う勢いでいいと思うな。オッケー、ライフルはこれでいいね。ああ、観葉式威力上げとこう、威力ね。オッケー。どうなるの？なんかきっと後ろについたんだろうな。うん。上限上げたいね。ディアブロね。これ縦の2列だったのか？おお。丸いタイプの3発になるの？あーなるほどね。すげえなー。俺個人としては2発でもよかったな。中根上限上げとっか1でもそれをさ増やさないんだね連射速度上げとっか。オッケー、上げちゃうか両方。すげえカバ変わった。あと1個射程上げておしまいにしよう。え、マジかよすげえな、フラッシュハイダーついたぞ。すげえフラッシュハイダーついちゃった。最高か。おいじゃん。ねえジョエル、
何？これマリアが見せてくれて、私持ってきちゃった。欲しいかなって。写真ね、受け取っとくか。どんなに頑張ってみたって過去からは逃れられないな。ありがとう。めっちゃいいかと、いい、めっちゃいい顔してるって言おうとしたら、めっちゃ大事なとこで噛んだから、ちょっと何も言わないわ。もう何にも言えない。あう、おう、やめてよ、こんなとこでちょっと固まるの怖いよ。ちょっと一旦オッケー、一旦切り替えとこう。セーブもしとこう。いつこの子がね落ちるか分かんないから、ゲームがね。銃2つ並んでるの好きなんだけどね、かっこよくて。けどホルスターにあれを割くくらいだったら、僕個人としては銃のカスタムにあれをネジというかカスタム用品使っちゃうな。今度は前とは違うよ、絶対。何が？ファイヤーフライはきっといる。わかるんだ。ファイヤーフライいるといいな。あれ？あ、これか。でね、いるんだよ。